どうも、こんにちは。本日はですね、看護師さんだったり、重い荷物を、運んだりするような、持つようなお仕事をされている方で、腰痛をお持ちの方に、ぜひやっていただきたいマッサージの方法をお伝えさせていただこうと思います。マッサージするポイントがですね、お尻の筋肉です。お尻の筋肉の中でも、中殿筋という筋肉をテニスボールを使ってマッサージをする方法を今日はお伝えしたいと思います。場所がですね、お尻の筋肉っていうのが、まあ、いくつかくっついてるんですが、中殿筋という筋肉がですね、この骨盤のちょっとこの外側のあたりから、ここですね、この大腿骨のこのあたりまでピュッとこう伸びてる筋肉になります。中殿筋が硬くなりやすい場所としてはですね、このちょっと骨盤側、このあたりがですね、非常に腰痛の原因になりやすいポイントになります。実際にこのアプリで見ていただこうかなと思うんですが、これが、大殿筋という筋肉です。で、これが中殿筋という筋肉なんですが、ちょっと大殿筋という筋肉を透明にします。で、中殿筋に色をつけると、こう大殿筋にこうちょっと被ってるような形でついてる。これが中殿筋になります。で、ここにですね、テニスボールをガチッと押し当ててマッサージをするようなセルフケアになるんですが、ここに皮膚を乗せていくとですね、こんな感じですね。なので場所がですね、お尻の切れ目よりもちょっと上の高さですね。のこのあたり。ここにテニスボールを、押し当ててマッサージする方法になります。では実際に今からその方法をお伝えさせていただきます。先ほどの中殿筋ですね。これがこの水色のこのあたりですね。にテニスボールを当てていくんですが、実際のお尻で言うとこのあたりですね。ここにテニスボールを仰向けに入れていただいて、先ほど中殿筋にテニスボールを当てて、この上に乗っちゃいます。この状態で両膝を立てていただいて、両方の足をテニスボールがある方に軽く倒していくと、テニスボールが中殿筋の方にぐーっとより強くめり込んできます。で、ちょっと痛気持ちいいなというところで軽く止めていただいて、このまま1分間、じーっと待っているだけです。深呼吸しながら待ちます。ちょっと余裕がある方は軽く腰を振るようにしていただいて、少しマッサージをしていきます。慣れてきたらこの揺れ、腰の揺れ、体の揺れっていうのを少し大きくしていただいて大丈夫です。そうするとですね、最初ぐーっとめり込んで痛かったテニスボールっていうのが、まあ、中殿筋の部分が、だんだん同じ圧でめり込んでいくと、痛みがちょっと弱くなってくると思います。そしたらそのままより足を倒していただくと、もっとテニスボールがお尻にグッと入ってきますので、またちょっと痛気持ちいいところで止めてもらって、また1分間こう待っていただくか、慣れてきたら腰を軽く振っていただく。でまた痛みが和らいできたらより足をテニスボールの方に倒していただいて、また同じように1分間待つか、軽く腰をこう振って、まあ、1分間待っていただくと。そうすることによって、テニスボールを置いた側の中殿筋っていうのがしっかり、和らいできます。で、これを反対の方も同じように行っていきます。もし両方の足を立てて倒すのが痛い方は、テニスボールを置いてない方の足は伸ばしていただいて、テニスボールを置いている方の足だけ、膝だけ立てていただいて、これをこう、こちらの立てた膝だけ倒すようにしていただくと、腰への負担も少なくテニスボールがお尻に入ってきますので、もし、両膝立てて行うのが痛い方は、片方の膝だけ倒すような形で同じように行っていただけるといいと思います。以上が、看護師さんだったり、重い荷物を持って、腰の痛みが出てしまったような方に行っていただきたい中殿筋のマッサージの方法になります。ぜひ試していただけるといいと思います。
それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。